ペレットストーブ専門店渋川市ペレットストーブ群馬です。今年も残すところあとわずかとなりましたけども、今日はですね、今年一番の冷え込み、今マイナス4度、の群馬県渋川町です。今日はですね、年内最後の施工ということで、沼田市のですね、お客様のところにストーブ設置、そして、その後はですね、草津温泉のお客様のですね、果実をお世話になったストーブの、振動をですね、ちょっと緩和させる防音マットのですね、施工に行ってきたいなというふうに思っております。いずれにいたしましても、工事的にはもう本日が最後となりまして、本年もですね、29日まで営業はしておりますけども、ほぼですね、営業は下回って、29日は、まあ、大掃除ということになります。年末年始のペレット燃料の、ご希望の方はですね、今日はショールームはお休みで、明日、明後日、本社の方は、今日、明日、明後日ということになっておりますので、早めにご連絡をいただいて、準備いただければと思います。ペレットストーブメンテナンス施設設置、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで、何かございましたら、ベルク渋川テッドアリーペレットストーブ群馬ショールームまでお問い合わせください。